阪神高速2号淀川左岸線は、大阪府大阪市小野花区の阪神高速5号湾岸線、北港ジャンクションから、大阪府門真市三津島の門真 JCT へ至る、阪神高速道路の路線である。エビエ JCT 伊、e、東は建設中である。従前からの大阪の新高速道路のネットワークは、1号環状線を中心として、各路線が放射状に伸び、 それらの路線を行き来するには一度一号環状線を経由しなければいけなかった。こうした大阪中心部を経由する必要がない、車までもが都心部に流入するため、慢性的な渋滞を引き起こしていた。この問題を解決するため、2001年に都市再生プロジェクトが策定され、大阪都市再生環状道路の整備が決定された。 淀川左岸線は大阪都市再生環状道路の一つとして大阪都心部の慢性的な交通混雑の緩和に寄与する道路となっている24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成国道1号淀川左岸線延伸部として大阪市北区豊崎千崎から門真市自町先までの延長 8.7km の自動車専用道路が 事業中である。これが建設されれば、すでに開通している、近畿自動車道、大和川線、湾岸線とともに、延長約60キロメートルの大阪都市、再生環状道路が形成され、大阪都心部の慢性的な渋滞の解消につながるとされている。淀川左岸線、延伸部は、大阪角間線として、地域高規格道路候補路線に指定されている。 この計画については、パブリックインボルブメント手法によって、以下の4案などが、比較検討された。以上の4案を沿線住民の意見を参考にしつつ、検討した結果として、淀川左岸線延伸部有識者委員会は、エイアンとシーアを優位とした上で、トンネル構造を主体として、極力大震度地下を活用するのが望ましいとする、提言を2006年12月15日に出した。 トンネルなら、沿道環境への影響が少ない上、大震度地下なら用地保障が不要であり、工事期間の短縮も図れるからである。また、沿線の利便性を高めるために中間との交点付近にインターチェンジを設けるよう努力すべきとしている。2013年1月から環境影響評価の手続きが開始された。淀川ガワ線延伸部は二千十六年十一月に、 都市計画決定が実施され、2017年4月に国土交通省近畿地方整備局西日本高速道路、阪神高速道路の3社による合併施行方式により事業化された。淀川左岸線遠心部では大部分が地下トンネルとなり、一部区間では大震度地下の利用が予定されている。ありがとうございます。